こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。今日はですね、メンバーシップのための動画をね、撮影していこうと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなく全てお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。令和2年10月12日月曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。今日のね、千葉県松戸市はね、朝はね、曇りだったんですけど、今晴れてきましたね。日差しが出てきました。時刻は午後の2時24分です。今日はですね、ドル円は朝窓を開けて上に上がったんですよね。17ピックスぐらい上に上がっちゃって、びっくりしましたね。やばいなと思って、で中値で上行っちゃうのかなと思ったら、まあ中値も特に上がらないでね、ずっとどこまで下がるのかっていうぐらいまで今も下がっております。はい。それでですね、本日のお題なんですけど、まあドル円攻略法の、まあ、中でもですね、まあ別に攻略法は誰にも教えるつもりはないんですけども、触りだけねちょっとお伝えしたいと思います。でポールポジションの話なんだけど、まあ、こう2つしか書いてないんだけど、実はね、3種類あるんですよね、ポールポジションっていうのは。1が、これね、1あって、これが本当は3なんですよね。で、括弧2があるんですよ。で、まあ、一番大きなポールポジションっていうのは、まあ、4年から7年に一度しかなくてですね、これは5000ピプス、まあ、50円抜きですね。5050円、5000ピプス以上取れるってやつね、ガチョウでいいですよ、これね。で、3番目がですね、月に2、3回あるんですね、これね。で、これ100から200ピプス、これガチョウで取れるのが月に2、3回ありますね、これね。そんなないかな。月に1回から2回だな。月に1回から2回かな。そうだね、そのぐらいあるね。100から150ぐらいかな。200はないですね。はい。で、この間ですね、この間で、年に2から3回。これが150ピプスでしょ。月に1、2回あるのがね、100から150ピプス。年に2、3回あるのが、これがね、まあ、僕が思うには、800から1000ですね、10円。800から1000ピプスですね。はい、年に2、3回、まあ、2回ぐらいかな。2から3回ですね、あります。2回ぐらいかな。行ってこいでね、行ってこいで2回でね。はい。だからこれについて、まあこれについて話するというか、3つあるよっていう話しかしなくて、これね、ポールポジションって1種類しかないんじゃないかって思うと大間違いで、3種類あるから、3種類それぞれにですね、使い方を間違えるとですね、プルバックで戻ってきてるのにずっとガチョウでも持ってるってことになっちゃうわけですよね。例えばノーマルで月に 1,2 度のポールポジションを狙ってる時に、800ピプス狙いっていうのはおかしいよね。戻ってきたからね、どうせ。で、100から150ピプス狙いのところを800ピプス狙いなんていうのは大バカすぎるからね。これはこれで、どこがポールポジションなのか。で、これは2番目なんだ。これは1番目なんだ。
これは3番目なんだっていうね、種類があってそれは特定ができるんですよね。でそれは意識しながらやらないといけないよね。でこのドル円なんですけど、1時間足でこうですね、ね、先週とかずっと横横だったんですけどね、これね、106円、まあ上は10銭ぐらいですよね、上はもう10銭ぐらいですよね。それが先週の金曜日に崩れて、この辺まで行きましたよね。100、土曜日の朝105円60銭まで行ったんですよね。ここまで行ったのか。ここまでね、105円60銭。で、今日の朝見て、ここまで。105円78銭ぐらいまで行ったんだよね。18ピップスぐらい上がっちゃって、窓開けて上がって、まずいなと思って。ただ窓は必ず閉めるっていう、ね、約束がありますから、まあ落ちてくんだろうなと思ったら、まあ見事落ちてきて、前回の底値を超えてですね、105円60銭も見事超えて、今は105円45銭ですね。だから今日は15ピップス落ちてますね。まあさっき20ピップスぐらいまで落ちてましたけど、まあちょこっと上がりましたね。それでですね、まあだから30分足こうでしょう。ここでギャップアップしたんですよね。窓開けたんですよ。で、ツーって下がってきて、まあ、プルバックはありますけれども、まあ、見事ね、難なく下がってきて、今、良かったかなと。15分足ね、こう、ギャップアップって言って、まあ、窓開けて、上がるときはギャップアップ。窓開けて下がるときはギャップダウンね。ギャップアップして、こう、スーって下がってきて、まあ、ちょいのプルダウン、プルバックがあったけどね。まあ、これから、今、2時半ですけれども、まあ、これから、ヨーロッパ時間があるんでね、本当に上がっていっちゃうよね。だから今、利確したいのは山々なんだけど、今ね、これ、ちょっと上がったんですよね。ただこれ、一般車なんでね、大した上げじゃないんですよ、これね。6.5 ピップスですからね、上がったのがね。5分足にすると、まあ、ただのこんだけですから。で、今までね、マイナスだったのがプラスになりましたね。プラス29万4千ですね。30万ぐらいになりましたね。でね、8.8、まあ大体9ピプスも取ってるのに、9、7、63万とか、70万ぐらいなくちゃいけないんだけど、なぜ30万しかないかっていうとですね、スワップポイント。もうだいぶね、これ2週間ぐらい持ってるんだよね、これ。2週間ぐらいショートポジション持ってるから、毎朝、マイナス、金利ですよね。金利取られてますから、ショートポジションなんでね。ロングだったら金利もらえるんですけど、ショートポジションなんで毎日毎日、まあ、750万通貨持ってるんでね。結局2週間で50万ぐらい、50万円ぐらい金利ついてるんですよね。50万円の金利ついちゃってるから、これがもう、そこで引かれちゃってるわけですよね。だから8ピプス、8、7、56、60万ぐらいあるわけですよね。だから、やっぱり50万ぐらいの金利がもうすでに取られてるってことですね、2週間でね。なので、まあ、もっとね、気合い入れて、つる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 下がってくれないと、まあ、困っちゃうかなって感じですね。まあ、それでも、50万の金利払っても、まだ30万の利益は残ってますから、まあ、これはこれでいいかなって感じですね。はい、これどこまで下がるのかって話なんですけど、まあ僕はかなり下がるんじゃないかなと思ってまして、まあ言ったように65円までね、65円まで下がるってことで、僕は今朝ですね、これ差しね、だから利確は65円全部買いました。65円まで持つということですね。65円まで持つということに変えてあります。そうですね。はい。まあ、それで、あと、まあ、ここ、ひょっとして下がんないかもしれないね、今日ね。
まあ、ダブルボトム、うん、ダブルボトムつけて、ダブルボ、う、ダブルボトムつけてですね、ダブルボトムつけて、まあ、ちょっと上がってるかもしれないですね。もう2時半なんで、ヨーロッパ時間がスタートするんでね、まあ、ちょっとヨーロッパはヨーロッパで、考え方違うからね、上がってるかもしれない。わかんないですね。こう、まあ、アジア時間でこんだけ下がると、ヨーロッパ時間でも下がっていくんだよね。どこまで下がるんだいっていうぐらい下がっていくから、まあそうだね。ただギャップアップで、今朝ギャップアップで窓開けましたよね、17ピップスね、ここね。だからやっぱり17は戻るでしょうね。20ピップスぐらいは戻ると思うんですよ。このぐらいはね、このぐらいは戻ると思うんですよね。そっからの下げでいいと思いますね。で、まあチキンリグイス、チキンの人、まあいわゆる心が弱い人っていうかさ、チキンの人はちょっとでも上がると利確しちゃうでしょ。ちょっとでも上がると、うん、だからやっぱり短い足をロソク足見てるとすぐにこうパーンと上がっちゃうから、まあ言ったように月足とか週足だけ見ててね、でも分かんないから、全然動いたか動いてないか分かんないからね。まあ週足見てね、ああ下がってるなと思ったらそれでいいし、うん、そうしないとチキンリグイしちゃうからね。日足でもやっぱり上とか下とか結構大きいから、日足でも。だから週足見ててね、まあ下の方行ってるなと思えばもうそれでもういいと、うん、あんまりこう1時間とか30分とかまして5分とかね見ちゃうと、あれ上行っちゃうんじゃないかっつってすぐにね、リグっちゃうんですよね。リグったり損切りしちゃうんですよ。ましてや1分足なんてもう わけわかんないからね。1分足なんか見ちゃダメですよね、30分足もね。うん、まあ僕的には週足が一番いいんじゃないかなと思うけどね。そうですね、これまあここからちょっと下がりそうもないですね。こうやって下がってこんな感じで上がっていっちゃうかもしれないですね。まあいつどうなのか分かんないですけども、まあ一応僕の方はギリギリね、30万円ぐらいもう利益が出て出だしててですね、あんだけまあまあ最大マイナス420万円もあったあのマイナスがですね、プラスに転じたということで、普通だったらねマイナス420万も持ってないんですよ、私はね。こんなすぐに損切っちゃうタイプだから、持ってないんだけど、なんで今回持ったかというと、分かってたからですよ、下に落ちることがね。うん、で、まあ今回はカッコ2番目のポールポジションなんで、カッコ2番目だから、あっちゃちゃちゃ、カッコ2ってここにあったよね。800ピップスから1000ピップスぐらいかな。まあ800から1000、うん、まあ落ちるかな。まあ、最低でもね、まあ、199円ぐらいは落ちるからね、今回ね。で、まあそれが今回カッコ1番に行くかもしれないね。68円、65円まで落ちたらやっぱり50円落ちはしますからね。そうすると500ピップス行きますから、5000ピップス行きますからね。今はカッコ2番を狙ってますが、将来的にはカッコ1番にね変更になる可能性があります、今回はね。ということですごい楽しみですね、今回のね。今回のポジションは本当にお宝ポジションだなと思ってまして、まあいいところでね、いいところって本当は上の方が、ここは1本50万通貨いいの入れてありますけどね、これはねちょうど真上ですからね。あとはまあ今ここら辺ですね、入ってるのはね、まあいいところで入れられたかなと思いますので、皆さんもね騙されたと思ってですね、ガチ法をですね、決め込んでもらった方がいいと思いますね。で、まあ、ポジション取ったらもう、チャート見ないってことですね。チャート見ると余計なことすっから。ね、変なところで利確しちゃったりね、チキンで利食いして、で、どんどん落ちてるから、もう一回、ショートポジション入れようと。そうすると、ね、たまたま逆行になっちゃって、損切りになると。でも、すぐさま下がるんですよね。だからやっぱり、チキン、
チキンな人ほどFX で損する人いませんから、やっぱり忍耐力の勝負っていうか、まあ勝負ですね、その勇気との駆け引きですね。で、私のスマートフォンのですね、XM の口座はですね、今、約5万円の利益ですね。さっき5万3000円ぐらいまで行ってたんですね、ここで。ここ5万3000円ぐらい行ったけど、今、約5万円の利益になってますね。うん。先週の土曜日は、先週の土曜日は3万4000円ぐらいだっけ、利益がね。で、随分落ちましたからね、今日ね、午前中ね。で、今5万円になってます、ここね。さっき5万3000円でしたけど5万円になってますから、まあたった1万円チャレンジの口座ですけどね、これ1万円チャレンジの口座ですけれども、たった1万円で利益は5万円でね、でまあ現金としては6万円入ってるわけですよね。うん、最初にね入れた1万円はなくならないですから、取られないですから、だからタダで5万円もらったわけですよね。5万円プラス最初の証拠金1万円はそのまま戻されますからね。ただで5万円もらえるっていうのは何とも不思議なギャンブルですよね。パチンコだって玉買うのにお金かかりますからね。ポーカーだって参加費にお金かかるんじゃないですか。ベットするのにお金かかるでしょ。ベットするお金は取られちゃうでしょ。FX は取られないですからね。だから不思議ですよね。チャラですからね、全部ね。本当に儲かりますね、これね、ちゃんとやればね。だから皆様もですね、FX をうまく活用してですね、豊かな人生を切り開いていっていただけたらと思います。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。あとね、最近ね、スマートフォンアプリで NHK プラスっていうのをね、ダウンロードしました。で、NHK プラスすごくいいですね。見逃した、番組を、見れますからね。あとは今の生放送のやつも見れるしね。見逃した番組、まあ、のど自慢とかね。いろいろクローズアップ現代とか見れますからね。NHK の番組ってすごくこう、お金かけてね、取材してて、でお金かけて構成してるんで、見やすいし、理解しやすいですよね。民間放送なんかよりね。でましてや、YouTube の動画なんかよりも全然いいですよね。だから、これから NHK プラスのね、動画流行ると思ってます。で、まあもちろんね、まあ ID とパスワード登録しなくちゃいけなくてね、住所とかね。で、今日ハガキが届いて、確認コードも入れました。で、まあもちろんその受信料、NHK 受信料は払ってないと、まあ、使えないわけですけれども、まあ僕はもう、結婚してからもう25年間ずっと払ってますけどね、年払いでね、クレジットカードで払ってるんで全然大丈夫なんですけど、ね、夜寝るときにさ、なかなか寝つけないなっていうときに、映画見るまでね、1時間半とか2時間、そこまでは見たくないんだけど、YouTube でなんかいい動画探しても最近ないからさ、でもなんか30分か40分ぐらいなんか見て寝たいなっていう時に、やっぱり NHK はいいよね。 NHK の番組で30分番組とかね、40分番組ってあるじゃないですか。そのクローズアップ現代プラスとか、歴史秘話ヒストリアとかさ、そういうのとか、過去のね番組も見れますから、あとは今朝のニュースとかね、夜のニュースとか経済ニュースとか、あとは E テレなんかもね、見れますからね。これからね、多分 YouTube よりも NHK プラスが流行ってくると思います。動画はね。うん。よくできてるからね、動画としてね。取材もよくされてるし、編集もすごいこだわってますからね。
で、映画までは見る気力がないけど、時間もないし早く寝たいけど、30分ぐらいだったらちょっとなんか、ね、見て、そのまま寝落ちしたいなっていうのだったら、NHK プラス、まあアプリをダウンロードして、名前とか住所入れて、ID、パスワード入れてね。あとは、3日ぐらいしたら、はがきが来ますからね。はがきが来る前にもうすでに見れますけどね、ID とパスワードを入れて見れますけど、最終的に永続的に使うためにはあのハガキが来て確認コード入れるみたいですけどね。まあこれね、皆さん便利なんでね、この NHK プラスってね、検索してアプリダウンロードするとね、非常にいいと思いますから、皆さんもやってみてください。それでは失礼いたします。落ちてきたね、これね。36万になりましたね、これね、利益ね。まあだから、やっぱり僕もですね、1万円チャレンジとか、まあこれはまあ750万通貨入れてますけども、まあ1万円チャレンジで10万通貨とか、これ750万通貨あるけども、間取ってまあ100万とか、200万通貨の皆様の、まあちょっと実感を持てるここら辺っていうのもやってみようかなと思います。もちろんこれもね、1万入れて、まあ1万、2万、ね、2万になりますけど、まあ2万円入れると10万通貨かけられますから、1ロット10万通貨ね。わずかなお金で、結構お金稼いでいけると。で、まあ100万通貨は20万円ですね。200万通貨だと40万円あると余裕ですね。はい、でポールポジションきちんと握ればですね、あまりね、マイナスにならないで、はい、含み損抱えないですぐに利益がずっと出てきますからね。で750万、今回420万の含み損抱えちゃいましたけど、まあ、見事ねプラスに転じたと。これはまあそうですね、500万から1000万出るまではガチ勝していこうかなと。まあ最大65円までガチをしますから、まあ、4000万ぐらいになるかなと思ってますけどね。はい、それでは今回は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。